はい、こんにちは、フラットパークフィルムです。今日はね、沖縄から撮影していきたいと思います。沖縄もうねりが入っております。おー、でっかいですね。おー、ダブルぐらいあるな。すごいですね。リーフの波でこれぐらいのサイズあるんでね。おー、プルアウトしました。うわー、インサイドはすごいですね。これハマっちゃうとね、下がね、岩なんでね、リーフって言いますね。岩でね、崩れてってしまうんではないでしょうか。おー、テイクオフしたグーフィーじゃなく、おー、一度ボトムまで降りてプルアウト。こっから先はね、さっきも同じところでプルアウトしたので、うわ、これもでかいな。レギュラー走りました。おー、スープが追っかけてきて、おー、一回、お、この選手じゃないですね、サーファーはインサイドまで行こうとしたんですけど、やっぱりあそこからね、多分地元のね、ローカルの人だとわかると思うんですけど、あそこから入ってってしまうとね、おー、ここもボトムまで降りて、おー、チューブインで、わー、飲まれちゃいました。巻かれて、これは、あら、出てきてなかったですね。お、テイクオフ、お、レギュラー、お、ここでプルアウト。お、これはちょっと速い波ですね。お、これも、これは、わー、なんかボコッとね、持ち上がるような感じですね。あそこからね、波が。ちょっとテイクオフしづらいのかな。これ見てください。かなり激しくなってます。おー、これね、ちょっとね、沖に出るのも大変そうですね。うわー、おー、すごいですね。この潰れ方ね、波のね。おー、すごい。これはちょっとハードなコンディションですね。砂辺なんでね、まあ皆さん、こう沖縄に行ったらね、サーフィンするポイントだと思うんですけど、今日はね、ローカルがほとんどです。なかなか、おー、スープで、おー、テイクオフ。できない。伸ばれちゃいましたね。おー。すごいですね。さっきのね、スープがもう割れてきてね、スープがいっぱい、こう大量に押し寄せてきたんでね、そこで持ちこたえそうになったんですけどね。おー、テイクオフしました。おっと、フロントにチューブインを抜けました。ちょっとね、この静けさがね、怖いですよね。だいぶ静まり返った波ですけど、まあね、みんなアウトしていく人、おお、すごいですね。もう水の量がだいぶ増えてきて、パワーがすごい波になってますね。うわー、すごい。うわわ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 わ、おー、すごいですね。いやー、どん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 波の量が、波数が増えてっています。サーファーたちがね、ちょっといなくなってきたんですけど、空もね、曇り空になってきて、なんか雨が降ってきそうなね、感じですね。いやー、沖の方もね、あれ、沖縄はね、もうほとんどビーチではなくてね、リーフって言って、下が岩のところがね、サーフポイント。おお、これもえぐいところ行きましたね。ナイステイクオフ。お、一発ターン決めて。おお、これは、お、あ、やっぱりプルアウトですね。あそこからフィニッシュ決めないで、皆さんね、フィニッシュするんでね。お、テイクオフしますよ。おー、行ったー。前にね、人が来てたんですけど。一回ボトムに降りて、お、これは走ってますよ。
おお、フィニッシュか。ああ、やっぱりここはプルアウトしました。お、テイクオフ、わあ、前乗りして